ドラマね。ドラマ。ドラマ見てました。まあ、ちょっと聞いてほしいんだけど、パートナーシップ先生をしてるんですけど、もしかしたら、やめてもいいのかなっていう話になったりしてます。なったりしてますというか、なったりしてるんだけど、ちょっと俺が言葉がうまく喋れないっていうかさ、いつも綺麗な言葉をバーって並べれればいいんだけど、そういう人じゃないからさ、ちょっと伝わりづらいと思うんだけど、なんか、パートナーシップ先生してるっていうのは、その、結婚ではないじゃない？で、なんていうのかな、僕らは、まあ、今、夫婦っていう言葉を使ってるけど、その夫婦から、完全別れるってわけじゃないんだけど、カップルになってもいいんじゃないかなって思ったりしてる。ここでちょっと、もう先、なんか、ごめんなさい。だね。心配かけてごめんなさい。いつも応援してくれる人たち、あとりょうちゃんのお母さん、ごめんなさい。なんでこういう経緯があったかっていうと、まあ、どっちかがこういうことを言い出したっていうのはちょっとあんま考えないでほしいというか、どっちかを責めるようなことはあんま言ってほしくなくって。で、まあ僕らその喧嘩とかよくするんだけど、それってまあ普通のことで、喧嘩はするんだけど、その時に、まあいろいろ言い合ったりして、家族になりすぎたなって思ったの。で、それですごく傷つけるようなことをお互い言ったりして、なんかその度に、あ、悲しいなとか思ったりするんだけど、なんか、その夫婦から、まあカップルに戻ってもいいんじゃないかって、思い始めた。なんかその、言葉難しいな。喧嘩とかするときに、どっちが悪いとか、どっちがあれとか、もう誰かのせいに僕はしたくなくって、ちゃんと僕は僕で、しっかり地に足ついて生きていきたいと思ってるから、なんかそういう時に家族になったからなんかいろいろひどいこと言ったりとかして、俺はそんなつもりで一緒になったつもりはないって思ったの。何回も喧嘩して、喧嘩しいっぱいした方がいいよっていう言葉もあると思うけど、できればしたくないから。でね、なんかまあ、結婚してるね、カップルもいるし、結婚してないカップルもいるし、パートナーシップ先生してるカップルもいるし、してないカップルもいる中で、で、パートナーシップにこだわらなくてもいいのかなっていう話、なんだよね。いろんなつながり方ってあると思うから、それはそれでいいのかなと思ってて。自分の意志が弱くなったりとか、そうなってる自分がすごく嫌なんだよね。人を平気で傷つけるような人になりたくなくて。で、まあ、そういう話をいろいろしてて、りょうちゃんといろいろ話してて、で、そういうふうな、パートナーシップなくてもいいかねみたいな話をしたとき、まあ、それも、ありかもねって言ってくれて、っていうのは、正直、今までそのパートナーシップ先生してきて、その恩恵というか特に受けてないから、してもしてなくても変わんない状態ではあるなと僕は思ってて、パートナーシップ組まなくても仲良くできるカップルだったら別にパートナーシップ先生にこだわらなくていいなっ
って思ってる。どっちかが弱くなるとか、なんだろうな、気持ち的な問題なんだよな。だからどっちかが主婦なわけでもないし、どっちかがお金多めに出してるわけでもないから、なんだろうな、しっかり自分で稼いでしっかり頑張っていきたいんだよね。で、それがパートナーシップ先生組んでるからできないわけではないけど、なんだろう、甘えちゃうのが嫌なのよな。この話はもうちょっと人生経験豊富な皆さんのコメント聞かせてください。俺は元気です。はい。何、どうしたの？何よ。何よ。役所に電話したらさ、パートナーシップ先生の返却したいんですけどみたいなことを言ったら、以前配ったカードと、あとなんか、まあ保険証とかと、その相手と一緒に来てくださいみたいな。二人で。そう。なんで？それか、うん、その人に、うん、その時電話するみたいな、片方に電話するみたいな。離婚届で仲良く届け出しに行く人なんか聞いたことねえよ。本当よね。うん、確かに。そんなのだったら離婚してねえだろ。なんでそんなややこしくしてるんだろうね。例が少ないからじゃない。だって例が少ないってさ、別に決めてもないんじゃない。ああ。そもそも解消する時のルールみたいな、やり方みたいな。はい。最初に決めないのかね。うん。それで？それだけ。それだけ？なんかあれよね、パートナーシップ先生だって、うん、やれれば OK みたいなとこまでしか考えてないでしょ。ああ。やったんだからみたいな、そこまでしか考えてないでしょ。その後のこととかもまでは、うん、想定してないんだろうね。うん、だって今までさ、やりたい、やりたいって言ってた人がさ、うん、できるようになるっていう制度だからさ、その先のこととかまであんまり考えてないんだろうね。やったって何も変わんないの。そうね。こっちへね。